ここが当日の会場なんですね。でも今更ですけど本当にいいんでしょうか。琴乃から言ってくれたんじゃないか。心配しなくていいよ。でも私まだ高校生ですよ。その結婚なんて。琴乃なら大丈夫だよ。なんせ春子さんのお墨付きだしな。琴乃ならきっとウェディングドレスを着こなせるよ。そうだったら嬉しいんですけど。どうするかな。マネージャー、お疲れ様です。どうしたんですか。ああ、お疲れ様。迷ってる仕事があってな。これなんだけど。これはアイドルを広告塔にしたウェディング企画ですか。これってアイドルがウェディングドレスを着るってことですよね。そうだ、ぜひ星見プロのアイドルに出演していただきたいって依頼を受けたんだが。依頼受けないんですか。それが先方からは黒髪がよく似合うデザインなので、できれば黒髪の人がいいですと言われてな。そうですか。黒髪が似合うウェディングドレス。なるほど。とはいえ月ストは撮影日にライブがあるし、それでサニピなら春子さんがいいかと思ったんだ。そうですね、確かに春子さんならよく似合うと思います。そうだろ。だけどちょうどお願いしたら春子さんに別の仕事の依頼が来てな。ソロのお仕事ですか。お漬物会社の広告塔になってほしいという依頼なんだ。番組でよく漬物の話をしていたのが良かったみたいで。春子さん、私の話地味じゃないかなって気にしてたから、お仕事につながって良かったです。春子さんも自分を指名してくれたってすごく喜んでたよ。だからウェディングの仕事は断ることにしたんだ。あのマネージャー、それなら私。おっと、あれ誰だろう。あれ、春子さん。もしもし。はい、琴乃と話してたところです。え、はい、わかりました。琴乃に伝えておきますね。マネージャー、春子さんは何て言ってたんですか。ちょうど今話してた件だったよ。琴乃ならドレスが似合いそうって俺に勧めるつもりで電話をくれたんだ。そうなんですね。春子さんに推薦してもらえるなんて嬉しいです。それなら。でもな、琴乃はライブがあるから。ウェディング撮影が時間通りに終われば、その後の月下のライブには間に合うと思いますけど。多分。本当か。ああ、でもいいのか。ウェディングは女性にとって大事なものだろう。確かにそうですけど、仕事ですし着てみたくないことはありませんし。というかそれって春子さんにも当てはまりますよね。春子さんは即答で OK だったんだよ。春子さんらしいですね。それじゃあよろしくお願いします。今回の仕事、みんなはどんな反応だったんだ。渚は琴乃ちゃんのそんな姿を見られる日が来るなんてって大喜びで、なぜかハンカチで涙を拭いて、本当の結婚式みたいな雰囲気になっちゃいました。渚らしいな。え、琴乃どうしたんだ。すみません、イメージが湧きやすいようにって連れてきてもらいましたけど、ここでウェディングドレスを着るって思ったらなんだか急に緊張してきました。どうしましょう。マネージャー、花嫁って何をすればいいんでしょう。琴乃、お疲れ様。ここにあるの全部結婚情報しか。マネージャー、結婚って何なんでしょう。
いきなり哲学みたいな質問だな。月ストのみんなが心配してたぞ。あ、そうですよね。すみません。でも調べれば調べるほどわからなくなって、例えばこの雑誌なんですけど、結婚した人100人にアンケートを取っているんです。結婚して本当に楽しいって人もいれば、結婚しない方が良かったなんて人もいて、結婚って誰もが幸せになるものじゃないんでしょうか。だんだんわからなくなってきて。あまり考えすぎは良くないぞと言いたいが、そうもいかないよな。結婚式を検討中の人、結婚に憧れる人向けの写真ですからね。衣装を着せられているだけには見えないリアルな花嫁の表情を見せてほしいって言われてますし。先方も力を入れてる企画だからハードルが高いんだよな。それに撮影の後にインタビューもあるんですよね。結婚について私がどう思うかっていうイメージや意見を今のうちに固めておかないと。もうリハの時間？ごめん、すぐ行く。マネージャー、行ってきます。かなり悩んでるな。俺にできることがあればいいんだけど。あれから何かヒントはつかめたか？そうですね、ちょっとだけつかめたかもしれません。結婚情報誌を寮でもずっと読んでたら、ユウとリオさんが通りかかったんです。二人とも目を丸くしてて、ユウに「琴乃ちゃん結婚でもするん？」って聞かれました。それで結婚とは何かって考えてることを相談したんですけど、そしたらユウに「身近な男の人と一緒に暮らすのを想像してみたらええやんか」って言われて。なるほど、イメージトレーニングを提案されたわけか。でも身近な男の人なんてって言ったら、ほらすぐそばにいるやんかって。お？すぐそばに？だからマネージャーとの結婚生活を想像してみたらってことですよ。そうか、鈴村さん。もうそれでリオさんは結婚を経験した人に聞くのが一番なんじゃないって。それでリオさんのアドバイスを実践してみたんです。ユウの話は一旦置いておきました。そうか、誰に聞いてみたんだ？両親に聞いてみました。確か琴乃のご両親は音楽関係の仕事だったよな。そうです、いきなりこんな話をしたから二人ともびっくりしてましたけどね。お母さんが自分たちが結婚を意識したデートの話をしてくれたんですけど、お父さんは照れちゃって。お母さんからはどんなデートだったのかを聞くことができました。そうか、じっくり話が聞けたんだな。でもそれだけじゃまだイメージは固まらなかったので、この話を月下のみんなにしてみたんです。そしたら渚やメイのテンションがすごいことになって、質問攻めにあって大変でした。渚もメイもこういう話題が好きだもんな。それでなんですけど、だいぶ盛り上がっちゃって、その両親のデートコースを男の人と回ったら何か気持ちがわかるんじゃないかって話になって。なるほどな。お？男の人と？はい、それでお願いがあるんですけど、マネージャー、どこかで一日開けてもらえませんか？ここが琴乃のご両親のデートコース最後のスポットか。今更だけど、本当に俺が相手役でよかったのか？もちろんです。あ、いや、その念のためもう一度言っておきますけど、私家族以外で普段から話す男の人ってマネージャーくらいなんです。だから相手役をお願いしたんですからね。本当ですよ、
本当ですから。信じてるって何度も言っただろ。それはそうなんですけど。それにしても楽器店を見て回ってコンサートを鑑賞か。両親らしいなって思います。二人ともいつも音楽のことを考えてるから。でもここまで回った場所と比べると随分と静かな場所ですよね。そういえばお母さんが言ってました。この公園を歩いている時、お父さんとの会話が自然となくなったって。気まずくなったのかと思ったんですけど、そうじゃなかったらしいんです。二人でただ並んで歩いて、穏やかな風に吹かれて、それがすごく心地よかったらしくて。ああ、この人とだったらずっと一緒にいられるな、ずっと一緒にいたいなって。そうか、素敵な話だな。そうだ、歩きっぱなしだし、あそこのベンチでちょっと休憩しないか？マネージャーらしいね。お、どうした？何でもありません。でも結婚か。何かつかめそうか？正直これだっていうものが見つかったわけじゃないですけど、でもなんとなくなら分かったかもしれませんね。これが私。ありがとうございます。こんな素敵に撮っていただいて。次はインタビューですね。わかりました。結婚への願望ですか。私にはまだ遠い出来事に思えるんですけど、大切な人と寄り添い共に歩いていく、それってとても素敵なことだなって思います。だから憧れはありますね。お疲れ様。写真ももちろんだし、インタビューの受け答えもすごく良かったぞ。ありがとうございます。うまくいくか不安でしたけど、しっかりできて良かったです。本当によく似合ってる。綺麗だぞ。なんですか急に。え、あ、いや、撮影の時は忙しかっただろ。ちゃんと言うタイミングがなかったなって。それはわかりますけど。でもありがとうございます。とっても嬉しいです。いろいろと悩んでたけど、成長してちゃんと前に進めたみたいだな。よかった。琴乃、この間の写真大反響じゃないか。はい、私もびっくりしてます。雑誌でもあんなに大々的に取り上げていただいて。あまりの出来の良さに急遽扱いを大きくしてくださったらしい。嬉しいです。渚なんて家宝にするよって。保存用に2冊、鑑賞用に1冊、布教用に5冊買ってました。さすがだな。琴乃は今回の仕事をやってみてどうだった？悩んでる間は大変でしたけど楽しかったです。それに結婚もいいかもって思いました。でも私はもっと先でいいですね。とにかく今は月ストのみんなとトップアイドルへの道を突き進みたいんです。それなら俺は引き続きサポートさせてもらうよ。はい、マネージャー、これからもよろしくお願いしますね。